全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員、栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは、栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？神室町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、もうやめてくれ。もう俺が取り立てたやつだ。お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ、組か。はあ、早速呼び出した。待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。神室町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だが
ちょっと待ってください。俺は自動出すんじゃねえ。安心しろ、片桐ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯七八年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれた。まあ殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で片桐の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな別の意味もあってな、堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。